シャルパフォーマンスチームディアーナの風花とアキです。よろしくお願いします。さてステージを始めていく前に私たちから皆様にお願いがあります。中央座り席エリアの皆さん、ステージ横からご覧の皆さん、撮影はご遠慮ください。ステージ中央立ち見席エリアのみ撮影は可能ですが、カメラが頭の高さを超えないようご注意ください。また撮影した写真を SNS などに上げる際は、写っている方々へご配慮いただきますようお願いいたします。皆様のご協力よろしくお願いします。さあ皆さん、2023シーズン本拠地開幕、WBC で野球の注目度、そして盛り上がりが高まる中での本拠地開幕戦、私たちもこの日を楽しみにしていました。楽しみにしていました。もう早く開幕してくれるかなとうずうずしていました。皆さんも楽しみにしていましたよね。ましたよね。お疲れ様です。今日はディアーナ2023での初のステージということで、メンバーを一人ずつ紹介させていただきます。まず私、キャプテンの風花です。チームで同じ目標に向かっていけるように責任を持ってメンバー、チームと向き合っていきます。よろしくお願いします。続いて新メンバーを紹介します。いろは、みさき、れい、れいな、しおね、ゆい、ゆけは。続いて私、あきです。そして新しい応援グッズ、ベイパンチも誕生しました。もうお持ちの方いらっしゃいますね。ありがとうございます。よかったらぜひ見せてください。パーマのベイパンチも、お持ちの方もいらっしゃいますね。ありがとうございます。このベイパンチですが、使い方はとっても簡単です。手につけて叩いたり振ったり、そして光るんです。見えますか？ちょっと今明るいからね、暗すぎたら見えるかもしれないですね。それではここで私たちと一緒に熱き星たちに合わせてクラップしていきたいと思います。皆さんぜひベイパンチをお持ちの方はぜひクラップしてみてくださいね。皆さんもクラップ一緒にお願いします。いいですね。皆さんいきますよ。せーの、スタジアム内でもこのベイパンチを使って皆さんで熱い応援を届けていきましょう。そんな今日の予告先発投手は浜口選手です。イエイ、待ちに待った本拠地開幕戦、
頂への青き一本道に向かって一緒に戦っていきましょう。それでは私たちがアイラブと言ったら横浜で、皆さん横浜ブルーのグッズをあげてくださいね。あげてくださいね。